瀬戸内スパークス部のキーです。今日ですね、このストリートファイター6における自分の現在の主要キャラクターであるベガというキャラクターについて、普段自分がどんなことを考えてプレイしているかというのを解説していこうと思います。よろしくお願いいたします。まずこのベガというキャラクターなんですけど、最大の魅力なんですけど、マインという技があるんです。この技を付与した後にこうやって起爆させた時、この時の火力というのがですね、凄まじいキャラクターになっておりまして、これがね、このキャラクターの一番と言ってもいい魅力、火力という部分です。その火力を出して戦うキャラクターなんですけど、このキャラクターにおけるもう一つの特徴は立ち回り。このキャラクター、他のキャラクターと違って、ストリートファイター6における弾、飛び道具というものが一切ないキャラクターなんですね。なのでこうやって肉弾戦で戦うキャラクターになるんですけど、かなりリーチの長い技を誇っており、それでね、相手を動かして戦っていくというキャラクターになっております。その中でなんですけど、普段自分がどうやって相手と戦っているかっていうのを説明しようと思うんですけど、このキャラクターの特徴とする技が何個かあるんですけど、説明していこうと思います。まずこの地上戦といえる、この相手とのね、立ち回りにおける地上戦における必殺技なんですけど、ダブルニープレスという技があります。この技がですね、ベガの中でも相当非常な重要な生命線になっております。まずこの発生フレーム、これ弱で打ってるんですけど、これが相当発生が早くて、リーチも凄まじく長い。そしてね、このカウンター以上で当たった時のリターンが出るという凄まじい技となっております。このようにカウンターだと小技がつながり、パニッシュカウンターだとしゃがみチューパーがつながり、さらにリターンがつき、先ほど言ったマインが付与されての置き攻めができるということですね。で、この技の特徴として、ガードされた時なんですけど、これがですね、マイナス5フレームと非常に小さな隙になっておりまして、かつ距離もかなり離れるので反撃が受けづらいっていう技になってるんですね。この技がね、もう本当にベガの生命線と言っても過言ではない、非常に重要な技となっております。で、この技で相手にプレッシャーをかけながら、ラインをこんな感じでどんどんどん画面端に置いてやって、先ほど言ったように画面端でマインをつけて火力を叩き出すというキャラクターになっております。ただこのダブルニーという技なんですけど、これにもやはり弱点というのは存在しまして、こんな感じで飛ばれた時ですね、飛ばれた時にかなり危ない技になっております。まあ当然ですね、突進技なんで、やはりリスクというものはね、存在するんで、このリスクが発生するということはですけど、相手もそれ相応なリスクを払ってかわしてるっていうことを念頭に置けば、この技ってやはりリスクは個人的にはかなり少ないと思いながら戦ってるんですよ。というのも、今飛ばれたらこれもフルコンで大ダメージをもらうというわけなんですけど、逆に言えばこの飛びが枯れるんであれば、こちらのリターンなんですよね。これがね、本当にベガのもう本当に肝と言ってもいい部分。このストリートファイター6、というよりはストリートファイターシリーズにおける飛ばせて落とすという用語があるんですけど、その用語がね、このキャラクターでも飛ばせて落とすっていうのが本当に大事で、これができるだけでベガのその魅力というか強さがね、一気に一段階上がるんで、これをね、ちょっと念頭に戦っていってるんですよ、自分は。なのでこのダブルニープレスにおける地上戦のプレッシャーを与えれたら相手は飛ぶんですよ。結構ね、その勘違いされがちなんですけど、例えばこのダブルニープレスをうまく使ってない場合って、相手って飛ばないんですよ。なぜなら地上戦のプレッシャーがかなり薄いんで。それ以外にもね、こうやって立ち中継、このリーチの長い技だったり、あとこの大パン、これね、リーチ長い技あるんですけど、やはりね、肝になってくるのはダブルニープレスになるんですよ。というのはですね、この立ち中継は単体としてみれば強い技なんですけど、キャンセルも効かず、またヒット時も追撃もいけないということで、まあリターンがかなり薄いんですね。で、全体硬直も決して短くはないんで、これ結局一緒なんですよね。飛ばれたら結局危ないんです。なのでダブルニープレスとかになっていくんですよね。で、この立ち大パンチ、これもね、非常に強い技なんですよね。リーチも長く、ガードされて優位フレーム、かつカウンターヒット以上で追撃が可能といった素晴らしい技です。ただこれの欠点は、ダイパンは見てからジャストパリーがね、結構可能だったりするんですよね。こんな感じで割とね、実践的に
起こりうるこの状況であって、この技は正直強い技ではあるんですけど、自分的にはめちゃくちゃ頼ってしまうと良くないかなっていう技だと思っています。ただ使わないというわけじゃなくて、アクセントで出すにはめちゃくちゃ強い技です。実際この前でおもむろに出すとね、じゃあそっぱりファレルとは言っても毎回されるわけじゃないんで、重要な技となっております。でこういった技で地上戦のプレッシャーを与えつつ相手を飛ばせて落とすことができれば、例えばこうやってペッとやってペンペンでマインをつけて、こんな感じに置き攻めをした後にマインをつけて、さらにマインをつけて、こういった展開がねベガの魅力となっております。そしてなんですけど、このプレッシャーを地上戦で与えて相手を飛ばすことができたら相手が飛べなくなってくるんですよ。そうなった時に進化を発揮するという技もいくらもありまして、まず第一に、まあ、このゲームにおける、かなり重要なファクターであるこの中足ですね。相手が先ほど言ったようにで地上戦で飛ばないとなったら、このダブルニーとかをこのぐらいの前で透かして反撃を得ようとしてくるんですよ。そのために必要なものって相手は歩くことになるんで、相手が歩き始めたらどうなるか、こんな感じですね。こんな感じで歩くとダブルニープレス使ってベガガがダメージをもらうってことなんですけど、これが起こるとどうなるかというと、おかしいな、こんな感じで下がった相手にダメージを与えるということが可能になってきます。これはもうストリートファイター6における基本的な戦術ですね。地上戦のプレッシャーをかけて、地上戦のプレッシャーで相手が下がったところを中足を刺すということですね。これもね、またベガを使う上で必須な行動となってきますね。食らわないってなると、またしゃがんでガード服になるんです。そうすると次に生きてくるのがこのラッシュですね。このラッシュという行動もベガの中で相当強いことになってまして、他のキャラクターとかなり違う特徴として、めちゃくちゃ走るんですよね。これラッシュってのはキャラごとの差があるんですけど、ベガというキャラクターすごいのが速くて長いっていう、もう本当に一石二鳥の技になっておりまして、こんな感じでとにかく相手に近寄る瞬間が速くてかつ長いという、その魅力がねやはりあるんです。ただだからといってこの距離から走ると、まあ、バレバレではあるんですよね。このぐらいの、先ほどこのダブルニープレスが当たるか当たらないかぐらいの距離で、このダブルニープレスが当たらないな、で中足が当たらないなと思った相手が下がり始めるんですね。テーマなんですけど、この距離でこんな感じで差し込めるようになると、さらに地上戦のプレッシャーがかかって、もう本当に相手はどうすればいいのかなっていうなりやすい、そういったね、もうとにかく地上戦で与えるプレッシャーが半端ないキャラクターなんで、相手がもう嫌がって飛んだところを落として勝利する、そういったキャラクターで普段自分は認識して戦っています。この戦術がですね本当に強くて、やはりね地上戦でプレッシャーかけた時に、相手が地上で同じ地上で戦おうとした時に、このダブルニープレスのリーチが長くて相手より間合いの外で殴れる、かつこの大パンもそうですね。この大パンチなんですけど、こんな感じで相手の技を透かして殴った時、パニッシュカウンターという挙動になりまして、とんでもないダメージが入るんで、相手はこれにも警戒しなきゃいけないっていう感じでね、とにかく地上戦で当てるプレッシャーが、このダブルニープレス、大パンチ、またこの立ち集計、そしてそれを嫌がった相手にこの中足、さまざまなね地上戦のプレッシャーをかけれる技が持つ中で、他のキャラにない唯一無二の特徴として、飛ばせた時にこのかなりリターンの出るっていう行動が出せるキャラクターとなっておりまして、まあ、非常に強力なキャラクターとしてね今名を馳せていますね。やっぱこのベガというキャラクター使うにあたって、何をね普段考えているかって中で、まあ、こういったシャドウライズとかいう技もあったりするんですけど、自分はですねまずこのベガというキャラクターを使うんであれば、相手を飛ばされてなと思う地上戦ができたかどうかっていうのをねちょっとね一回考えてみてほしいんですよ。で飛ばない相手、まあ飛ばない相手って実際いるんですよ。飛ばない相手に対しては、逆に地上戦だけで制圧できる地上戦ができたなと思ってほしいんですね。でそういった中でアクセントとかでこのシャドウライズとかヘッドプレスとかいろんな技があるんですね。
そういった技もね、使ってみてほしいなと思ってるんです。やはりね、なんだかんだ基礎っていうのは大事で、まず地上戦がちゃんとできているからこそ相手は飛ぶんであって、で、その飛びを落とせたから相手は飛べなくなるんであって、そうすることによって、このラッシュとか、シャドウライズっていうのがガンガン生きてくるっていうのをね、自分はもう常に考えて戦っています。そしてね、最後にね、このベガというキャラクターの、この特徴であるマインなんですけど、この火力をね、ちょっと見せて終わろうかなと思います。はい、凄まじい火力ですね。まあ、もっとね、火力の出るコンボもあるんですが、まあ、全然ね、これのも減ってるんで、まあ、減ってるところが減りすぎなんですけど、まあ、こういったね、最終的に火力を決めて楽しさを見出すキャラクターっていうのがあるんで、ぜひね、このストリートファイター6におけるベガというキャラクター、皆さん使ってみてください。